消費者庁が20代から60代の1000人を対象にアンケート調査を行ったところスマートフォンの画面は目に留まった情報だけを拾い読みすると答えた人がおよそ3分の2の66.5%に上りましたさらに画面の下に内容が続いていてもスクロールをして下まで読まないと答えた人や関心のある情報を見つけるとすぐにリンクをタップすると答えた人がおよそ4割いました これを受けて消費者庁は、スマートフォンのサイトでは例外条件や追加の費用が必要などの重要な注意事項は画面の下に小さく書かれていることが多く、誤って購入する可能性が高いとして注意を呼びかけています。また、このような表示をした業者は今後、景品表示法違反の処分対象になるということです。